のご案内を申し上げます。本線は安全第一をモットーとしておりますが、非常の場合に備えて救命胴衣および救命かなを設備しております。救命胴衣の着用方法は各階に提示しておりますが、もしわからない点がございましたら乗組員に質問してくださるようお願いいたします。
車でございます。また昔から兜と申しますと鎧が着物ではございますが、兜島に対しましてさらに左側前の方、大きな島は鎧島でございます。五感で一番大きな島、鎧島でございます。通りまして右手、今度は美しい家が三つほど見えてまいります。
周囲46キロで、2本目は12番目に広い湖でございます。また最も深いところは中の海で、水深 326.1 メートル、秋田県の田沢湖 423.4 メートル、北海道の四国湖365メートルについて、我が国では3番目に深い湖でございます。このように道楽は広さでは12番目、深さでは3番目、透明度はカルデラ湖で5番目を誇っております。おいでください。
と寿命が10年も延びると言われております。日の出も待つでございます。またそれが通り過ぎて繰り返してご覧になりますと、鑑賞価値が2倍にも3倍にも高まりますところから、2回目の待つとも言われております。三崎の天山日の出の待つ、別名2回目の待つでございます。中心とする西の宮と三崎の方で道楽で一番深い中の宮と入ってまいります。飲み越しましたが、喉の渇きは治りません。カバーができ
が大きな湖ができておりました。それら湖の総田湖だと言われております。そればかりではありません。水に映った自分の姿が恐ろしい大蛇の姿に変わっているではありませんか。驚いた八郎太の肩にかまわず泣き叫びましたが、元の人間の姿に帰ることはできませんでした。かねがね自分の父親が大蛇だったことを聞いておりましたので、こうなったのも身の定めと諦め湖に踊り込んで主となったのでございます。遠く離れた紀州の熊野神社に何とも坊というお坊さんが霊天の命を得たいという大願をかけて修行を続けておりました。春万願の日、何とも坊の枕元に熊野本願が現れ、これ何とも坊の何日に鉄のわらじを与え、これを買って諸国を安定し、そのこの切れたところを霊園の薄み可能性を、さらば何時の単が上級生というお告げがありました。驚いた手を覚ましてみますと、枕元に鉄のわらじが置いてあります。早速それを巻き諸国安全を担ぎ出かけました。いつかびか山を越え茨を踏み分けて、とうとうこの地にたどり着きました。に開けた奄美の美しさに我を忘れてうっとり見とれておりますと、書いていたわらじの方がすっくりと切れたのでございます。さあこれこそ我が永遠の住みかと喜び、すぐ傍らの岩に登って座禅を踏み、満願の浮き浮きして、さて水に入ろうとした時、今まで静かだった湖がにわかに波立ち、きらめく稲妻の中から恐ろしい大蛇が現れて、何とも坊をめがけて踊りかかってまいりました。これこそ大蛇の手陣となった八郎太郎でございます。両者の間には7日7夜にわたって激しい武者争いが繰り返されましたが、なかなか勝負はつきません。その後、手に持っていた一切経というありがたい余興の巻物を投げつけますと、その一つ一つの文字が涙のリセットとなって八郎太郎に引き刺さりました。たまりかれた八郎太郎、積みられたこの道楽を立て、秋田県を八郎太郎へと逃げていったということです。これが道楽にまつわる伝説でございます。皆様の右手と上の方、大見方の茶色い絶対が見えておりますが、道楽の金屏風でございます。金屏風の左手下の方、少し低くなっているところに設備が見えておりますが、道楽四大天保所の一つ三古台でございます。国道103号線が通っております。観光台展望所でございます。皆様の右手、水際から大きく長方形に広がった岩からは屏風岩でございます。三郎様やお酒の大好きな方には一生に
車の時も火山灰のそうです。中に含まれている酸化鉄、つまり鉄分によってこのように赤くなったものでございます。5つの色の疑惑をかけまして、お式場でございます。神谷町バス
一番高いところまでおよそ220メートルございます。帯を広げたような長い石垣、表船長幕でございます。船は通るので一番下に中の帯から扉担当のセンターを回り、根戸橋を中心とする東の帯へと入ってまいります。Thank you.
際ながらもその大臨在というわけでございます。二度にわたる噴火と陥没が終わってから、まだ瞬間残っていた火山の炭素の力が、ここでございます。大臨在に囲まれた道路との道はどんどん増えていき、ついに一番低いところを越えて溢れます。の岩肌を削りながら長い平原になりました。それが目の下から焼け山まで長さ14キロの大分県内にでございます。まず大松港ですが、須賀場、日の本、鳩場、相場、樽屋、追い出せ、三水半、